え、眠い、眠い、えーっと、喋んなくていいかなと思って、思うんだけど、まあ、カメラも、勝手ですわな、感じで。喋んなくてもいいわ。頭でガーッとこう、もう、ものすごくね、ガーッと考えて、え、やっぱ、残しておきたいみたいなやっぱ感じもあるんだよね。自分喋ったことをね、あって、まあ、もう、 汗はかくしね。やっぱ服着ても汗はかくし。緊張でね。じわーっと汗はかくし。心境はピリピリで。もうね、ボロボロなんだけどね。まあ喋りたいからね。語り部の血筋だからね。喋りたいみたいな。あるんだろうけど。まあ、カメラも買って、あの、やろうと思ってます。で、あの、えー、何話そうとしてたかな。結局、あの、やっとできそうなんだよね。 非社会人の社会生活って定義してたけど、まあそれも入り口入ったんだよね。非社会人の社会生活として入り口入ったんだよね。で、それもちょっと溶けてきて。溶けてくるっていうのはもうほんと公共性っていうの今パブリックがやっぱちょっときっちりしなくなっちゃったから、コロナとかのせいで。まあそれもいい、いい傾向なんだよね。で、あと、やっと非社会人として社会に潜り込めるっていう時代が来たかなって感じもしてるんですよね。もうああ、これってやっとなんですよね。だから、俺って、 精神病院3ヶ月入院してたけど、あ、看護師になれるみたいなことも思ったりするんですよ。今だと思ったりする。今の時代だからこそでしょうね。と思ったりしますね。まあ時代が来たんだなと思って。で、やっとこう一息つけるかなって感じで嬉しくて。っていうのはね、あのー、っていうのは、あのー、圧力っていうのが、あのね、やっぱ時代の進む方向があるじゃん。 世の中の進む方向がグッと感覚とに逆らって、逆らうと同時に乗るっていうことをやんなきゃいけない、と、わけですよ。特に YouTube なんてそうじゃん。流れに、時代の流れに乗りつつ、常に意識してんだよね。常に意識してんだよ、俺ってね。そういうの。だからもう病むんだよ。だから、時代の流れに乗っていきつつ、の、まああるよ。流れはあるつつ、自分のね、グッと耐えて、自分、ここは自分だってやる、 っやって、みたいなことはやってるからこう、こういう関係性をやってるから疲れるに決まる。そこでもう疲れ切って倒れるに決まってるんですよね。それでいて、やっぱそういう監そういう人っていうのは、全部その、時代の流れに乗らないと相手にされないわけですよ。何か表現してもね。それはもうたまたまもあるだろうけど、なんかね、漫画、アニメとか芸術とかやった場合に、まあ時代の、としてのあるわけですよ。流れがあるわけで。 しつつ自分のことをやんなきゃいけない。自分なりにやんなきゃいけないから、そこら辺ですね。で、流され溜まるかってな、流されていくっていうのとは、流され溜まるかってグッとこういう、グッっているんだよね、そこがね。踏み込みが。ずーっとやってんだよね、俺って。だから、いつまでたっても絵描く、絵で売って、絵売っていくっ,つってできてないんだよね。それやる、やるけどね、やってやれると思ってからね。やって柔軟にさ、できるかなって感じが来ました。 えっと、まあ、大体の人は本当週5で働いて、週2日でっていうね、休みでみたいな感じで生きてるじゃない。それでも病んだ人っていうのはもう本当とうつ状態で本当どん底を経験しましたので、まあ、わかるという感じでですね。で、こっから繰り返しかなって時代も来たかなって感じもやっぱしますね。こういう、ここまでの絶望でね、ナウシカかっていうね、ナウシカかっていうなんかことをね、やっぱ言ってましたけどね。まあ人はね。 えー、しかしそういう捉え方もできると同時に、あのー、ヒカキンセイキンすごい光ですね。自分っていう光が、一点光でパッと開いていくっていう時代。すごいよね。だから、えっ、ー、とね、人によればね、もう絶望だと言うんかこの世を、日本は終わりだと、世界は終わりだっていうように、意識ただ流されていけばそうなるじゃん。時代の流れに流されていきゃ。だから、俺のやろうとしていることっていうのは、 あの、YouTube は明るいわけです。ものすごい明るいわけです。絶対そして感覚としてみんな、その明るさっていうのを絶対維持しようするんですよ。絶対ね、そのね、社会厳しいし寒いし、冷たいし、絶対明るいとこ、明るいコミュニティとか明るい場所って絶対維持しようすると思うんですよ、人,人って、ね。守り通そうと、そこは守り通そうと生きていけないからそこ守んねえと、っていうのはすると思うんですよね。みんな。 YouTube ここまで来てさ、やると思うんですよね。で、うん、それでですね、でもね、YouTube も流されていて怖いとこがあるんで、また流されていけば怖いとこがあると。そのままスーっと YouTube だけで流されていけば怖いとこがある。そのまま行ったら、また、もしかしたらまた別の形の表現の場所ができるかもしれないから。 それが怖いよね。すーっと長だからヒカキン上手いんだよ。なんかミルダムとかやってでしょガンダムかミルダムか知らん、カンタムロボかなんか知らん,知らんけど。やってでしょヒカキンっていうのは。ミルダムとかやっててすごいんですよ、ね。新しいまた空気入れてるんだよ、ね。あの人すごいですよ。化け物ですよね。えー、すごいですね。えー、ギャグがちょっと最近ちょっとひねったギャグもしたいですよね。最近ね。うん。直接的すぎんだよね。まあいいや、うん。まあいいですね。あのー、あのー、 ま喋っときたいんですよね。えー、だから YouTube にしても YouTube 明るいかーみたいな感じで、明るいなーとか YouTube やる感じで、YouTube の流れだけに沿っていったら、やっぱちょっと、また、テレビがあって YouTube があってって、こう、じり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 感じだから、そこら辺の意識はものすごく大事にしていかないといけないし、で、あえて、やっぱこう、どこまでですよ。だから全部考えてるんで、俺俺なりにやっていくっていうのことだけど、社会はあるし、やっぱ、 そういうことも人との兼ね合いもあるし、YouTube やってるにしても、そっち違うだろうって言った時に、グッと引っ張るみたいな、誠に横がましいかもしれないけど、そういう馬力はあるんだよね、俺って、ね。双極性障害だから。やっぱ、あるんですよ。そう力、人の力はあるんですよ。そっち行ったら、だから、ちょっと YouTube の明るさ維持できんでっていうこととか、 いうとかもあるんですよ、世界がね。だから俺おこがましいよ。おそらくもうほんとヒカキンとか、セイキンとか、ヒカワキヨシキーちゃんとかが、やっぱ作ってくれたやっぱ、こうテレビとか YouTube とかじゃない。えー、まあまあまあ先人の人っていうかとなるわ。俺なんてパイオニアにも何も何もないでないからね。人が切り崩したとこに入っていけるっていうところがあるわけですよ。まあ、時代のおかげですね。あって。 そっち行くとちょっと違うぞっていうのとかね。やっぱグッとね、こう、違うそっちはってグッとやらないといけないっていうことは、やっぱ軌道修正するみたいな軌道をね。馬力でね。みたいな。それはもう、YouTube 的にもやんないといけないし、俺は、でも,でも YouTube 的にもやんないみたい。YouTube には乗らないぞみたいな。捕まらないぞみたいな。なんかそういうやり口を模索してんだよ。俺は俺のやり方模索してんだよね。 その大変さ、ものすごく気遣いつつ、気遣わないみたいな、こう、こう、避けていく感じ、こう、全部こう、もう、あの、うまく、それをすることは楽ですね、はっきり言って。俺らしいかなと思ってますね。今ね。今楽ですね、割かしね。伝わってるかなそう、こう、小難しい話になって,な,ってないかな まあ使えたと。これ話したら人は休みつけるかなって感じもするんだよね。だから、何かっていうと、こう、圧出っていうのね。あの、YouTube こうだとかテレビこうだっていうのを、自分の場所っていうの分かんなくて、で、圧出の中でぐーっとずっといたときに、ああ、俺のスタイルここだ、社会と俺ってこういう位置関係だみたいなことが、ちょっと把握できたから、落ち着けるんだよね。ちょっと落ち着けるんだよね。俺は。う ま、それを思うし、で、そうだね。まあ、そこら辺ですね。で、もうギリギリですだから普通に非社会人の社会参加ってそういうことですよ。ということをや、やっとできるかなって感じがして。こう、ちょっと待って、ちょっと待って。そうだね。いろいろ悩むやな骨折10、骨折14年ですよ。ちょ、ちょ、ちょ、ちょい待ち、ちょい待ち。待ち じゃなくて、じゃなくて、じゃなくて、いい写真集ですね。で、まあ、そうやな、なんか紹介系もやっぱ、ヒカキンがパイオニアですからね。あのー、マジで。あのー、そういうのね。あれが、だから、あのー、妹シリーズもずっとできた面白い。みんなそう思ってるよ、大体いい。YouTube すごい世界できたね。 あのー、それ続いて欲しいなと思ってるよね。で、マンネリしたくないよね。YouTube マンネリになって欲しくないなってみんなの心からの願いなんで、そういうところもね、ありますね。俺はもうなんとかこう自分も続けていってと思いますね。ヨレヨレだよ、顔も。まあ、まあ。これですね。これ。これ。あの、いい合集でしょいい合集でしょ本当これ、もう、あのー、昔その、 18歳の時に、小林智美さん、まあ、ちょっとこう、手、左手使ってないんだよね。18歳の時に、あの、小林智美さんの絵とか、北条司の絵とかと、この人の絵とかをね、やっぱ買って、ブックオフで買って、絵を志して、はや14年が経ったからね。その間かけ、絵とは何かをその間追い求め続けた。漫画とかアニメとか芸術とは何かをその間追い求め続けたからね。ずっと。 疲れた。社会とは何か、絵と社会の関係性とは何かとか、ゲームとか社会の関係性とは何かとか、人はどうあるべきかとか考えます。俺は考え続けたからね、求め続けたから、まあ、ものすごいボロボロになっちゃった。いい、本当にいい画集ですよ。であって。ってあって。えー、懐かしいね。あまあいいや。うーんまあいいです。あって。とりあえずまあ、 えかけると。18歳の時からもう14年かかっちゃったけど、マジで。A、えー、かけるという感じで。ちょっ,ちょっ感じですね。えー、えーって感じだけど。俺もいろいろあったんで、本当本す、すかいろいろあったんですよ。ねいろいろあった。本当それでなんかこう、本当のも子供部屋おじさんやってて、たださ、やっててさ、どラクモンスターズジョーカープロフェッショナルとかさ、RPG 集まるとかさ、 ベスタリアサーガとかさ、あのさ、ファイアエンブレム覚醒とかさ、そういうの、ただ、本当ただ遊んでてやらいたらよかったんだけどね、ずっとただ小道寺やれててよかったんだけどね。小道寺をやれててよかったんだけど。でも今、今の時代はやっぱりね、やっと開きこもりができるなってよ。これすごいよ。やっとですね。いろいろとあるの。だから、あのー、ナウシカ。時代の、 あのー、今の時代、マスクみんなしてて、こう、マスクしてて、みんな、あのー、キャシャンかなみたいな。まあ、ナウシカかなみたいな。司会かなみたいな絶望的な気持ちで社会に入ってる人もいる、いる、わかってる。で、それを感じ取ってね、やっぱ、ヒカキン製品の、ここに出しておきますけどね。光っていう、あの、あの光なんですよね。本当にまた、ループしか話ループかこの、 パカパカループか話のね。この、光っていうのは、一人一人の光がこう、パッ、強く、よく歌えるよね、そんな歌ね。一人一人の光が、パッ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 って開いていく感じ。ていうのは、もうそのイメージそのものですね。星空も寂しく見ればさ、冬の星空も寂しく見たらさ、ものすごく寂しく見えるじゃない。でもね、そういう風に見たら、明るいじゃない。パッ、パッ、パ一人一人の輝きがパッ。 花開く時代っていう。で、ナウシカみたいな、俺も本当ともう、YouTube の動画の形にして話したいわ。適当に話すのも好きなんだよね。で、それを崩すことができるっていうね、ことをまずそこ入り口にしてんだよね。それはそれでいいんだよ。いいじゃん、いいじゃん、すげえじゃん、電王じゃん。なぁ、思、思いますよ。少年用、旅立つのなぁよ。 晴れた日に、っていうんですよ。まあ、まあ、そんなんか、あんさ、YouTube も変わってきたなって感じですね。まあ、そういう感じで、ですね。えっ、ー、と、まあ、そういうことでね、すごいことで、わけですね、はあ。まあ、漫画、鬼滅の大きいし、開きこもりできるんですよ。今、まあ、引きこもっている人とか、まあ、とかも、あのー、人生やつんだな、とか思った人とかも、引きこもって、 だけじゃなくて、これからの時代は、れもずいぶん喋ってきたし、喋って、これからも喋っていいけど、まあ、モうもアイセンスの影響を受けてるから、喋っていいけど、あの、開きこもりのすすめって、開きこもれるようになっちゃう。本当になっちゃうと思うんですよね。社会もだいぶ変わると思いますね。今後、まあ、2021年からは。やっぱ、一つのね。まあ、去年なんてね、かなり自由に喋るよね。去年なんてね、あの、ずっと一年間、あの、氷川清と、 あのファイアーエンブレムじゃない。エンブヒーローズど,どうやって入っていくかわかんない。もうわかんなくなって入っていきますけどねや。やっていこうと思いますけどね。俺の家きね。で、氷川ときーちゃんとずっと、あのー、あのー、ですねあの、ロマンシングサガリ、ユニバース、ロマンサガリューニーって、ずっともうやっていくだけの1年間だったので、ブログ、分かりやすいです。俺の2020年は。 すごく、そしてずっと年間通して、あの、病院行って診察受けてって感じだったわけですね。心療内科で。えー、っと、三時半まで、それで、うつ病を治してたって感じで。まあ、文化ってことが学べたっていうのは本当にあって、まあ、鬼滅もあったじゃん。去年でしょ去年で今年でしょ鬼滅って。あったじゃないやっぱ今年決定的に来たでしょで、鬼滅の、やっぱ漫画論ももう語りたいってあるんだけどね。やっぱ、2020年の、 総括っていうのはそういう感じですね。本当も、総括ですね。で、あのー、やっぱね、そう、それだけのだったけど、まあ文化を学べた、そして文化っていうのを詰まった広がっていくっていうこと。本当こう、ここに来て光、光,る光ってやってくれたがね、やっぱこう、わかりやすいよね。ヒカキンセイキンが、それやってくれたのはわかりやすいんで、それ俺もやるだけなんですね。 っていう落差が出てきましたね。多分こう、2021年はそういう風になっていくんじゃないかなっていう。やっぱこう、やっぱ、スポーツ選手みたいに課題、2021年の課題を語ってみたいとか、やっとできるようになったね。あれがね、やっぱ、うんま、その、その話はいいか。まあ、別の話でそれ置いておいて、まあ、今思い浮かんだけど、ま、いいや。感じだけど。で、えー、っとですね。やっぱ、 決め、まあ、ミスターじっこ見て、まあ、行き詰まった感じも、ね、あの、料理、料理マシーンの話を見たくなって、見た、見たんですよ、今日ね。見たんで、ですけど、やっぱちょっと詰まっちゃってるから、昔のアニメって詰まっちゃうんだよね。ちょっとぐっと息苦しいんだよね。で、それは、やっぱ、今後また漫画とかやっていく以降に対してやっぱ考えることで、俺もまあ、YouTube 動画も上げていくと思うけど、まあ、あのー、やっぱ、 鬼滅がターニングポイントになったねって、鬼滅の刃がね、ターニングポイントになりましたね。っていうのは、あの、やっぱり、全集中、自分に集中ですね。自分のやってることに集中ということと、やっぱ全呼吸、呼吸ですね、呼吸で、自分のことに全集中、呼吸っていうのと、やっぱ光って、一人一人光っていう、百花両断一人一人の個性っていう感じで全部繋がってくんだよね。時代としてね。 開きこもりもそうです。全部繋がってくるでしょ ?2021 年はそうなると思うし、俺がなぜこうなったのも、まあ、アルコールでこう死のうとしたりとかもあったんだけど、あったんですけど、アル中になって、アルコール中毒になってやるって感じだったんだけど、すごく自分傷つけたけど、あったんだけど、まあ、時代がこう来たのは、鬼滅が来るなんてことを想像できなかった。で、 鬼滅の刃と邪神ちゃんの、やっぱ邪神ちゃんドロップキックのあの関連性でアニメ業界の変遷っていうことは語られたってすると思うんですよね。そういうことも喋りたいな。漫画アニメやりたい。全部やりたいんですよ。で、学び得たことを本当に表現していくことができるかどうかもう2021年感じがしますね。感じがしますね。ほんとそれは自分の学び得たことを表現できるかなって感じがします。 共に行こうってカタカナで共に行こうって書いてあるじゃん。ああいう感じですね。ああいう感じですね。まあそういう感じですね。まあそういう感じをやれたらいいかなって感じもしますね。決して急がない。俺のペースがある。俺は俺のペースがある。ってことですね。ですね。疲れた。疲れた。いろいろあったね、本当でも人これで喋ったら一息つけると思うんですよね。これが呼吸なんでね。自分の呼吸がこう、 すごく大事になってくるのはやっぱ鬼滅の刃だったなっていう。全集中。自分に集中する。自分の呼吸。で、ここでだから、鬼滅以降のアニメも変わってくるかなって感じがすごくしてますね。また変わ、アニメ漫画変わってくんじゃないかな。文化は変わってくんじゃないかな。そこの流れに自分内に自分の、俺の獣道で乗れていけたらいいかなって感じがしますね。で、ずっと続けていきたいですね。それでも34とか 4, 4、42で死のうとしてた俺だから、 いや、自分の道でっていうことをしていきたいですね。それはもう他の、本当にまともな社会人の人みたいに、自分の、やっぱ、生活を作って、生活テーマですね。まあ、こんな感じですさ。こんな感じですさ。ああった。あまあ、20分までですね、喋って。もっと小気味よくギャグとか挟んで、もっと、まあ、緩くだいぶ話せるんだったら、これはこれでいいや。全部何事も経験でさ。経験ですさ。あれも経験ですね。ほんとね。そんな感じですね。えー、そんな感じです。ブンブン。 Dun-dun-dun. 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 dun